みなさんこんにちは、カメマルコとカメコです。みんな熱中症など大丈夫ですか？マジで本当今日もねやばい、もう前髪も汗だく。はい、ということでですね、今日は何をやるのかと言いますと、リクガメを飼っている皆さん、あなたの家の床はフローリングですか？結構ねリクガメさんは、運動量が多い爬虫類、まあ、生き物なんですけども、そんなリクガメさん散歩するのが大好きです。ただ結構リビングで、散歩させるとですね、すごくうちは滑るんですよ、床がね。うちはフローリングなんですね。リクガメさんって滑ったりして歩くのが続いてくると、足の底の位置がずれてくるんですよ。で歩き方が変になってしまったり、歩くのがねちょっと不自由になってしまったりする場合がね、あるみたいなんですよ。で結構前からそれは知ってたんですけど、まあさすがにリビングの改造リフォームなんてちょっとお金かかってできなかったので、まあ、床にねなるべくカメ子を散歩させるときは床に、布を敷いたり、絨毯もね夏は取り上げなかったり、いろいろね、工夫してきてまいったんですけども、今回はねこんなものを用意してきました。じゃじゃん、こちらですね、100均で買ってきました。床のね、マットでございます。結構見たことある人も多いと思うんですけど、まあ今日買ってきたこのね2色のこちらのマット、これを引いてカメコくんの、快適に過ごせる、まあ歩きやすい環境をリビングで今日は作っていきたいと思います。敷く場所はですね、レッツラー創作。はい、ということで掃除が終わったのでこれから敷いていきます。カメ子、口にいっぱいつけて。カメ子、普通の床では滑れないね。よいしょ。
きました。疲れる。じゃあちょっとアップで見てみましょう。はい、こんな感じです。すごいでしょ。これ全部100均だからね。合計400円で、こんなことができました。400円でね、こんな風にできちゃうんだったらもうちょっと付け足して買ってね、幅を広げたいと思ってます。はいね、カメ子、おー、歩きやすそうだね。カメ子ほら、歩きやすそうだね。カメ子ねえ、歩きやすい。ダメか。カメ子。カメ子。カメ子。バイバイ。またね。